里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。はい、いやいや、佐藤さんから入るかなと思って。今日はですね、はい、まあ、また企画ものです。はい、考えていました、うん、でもこの時期にふさわしい、はい、素晴らしい企画を2日前に思いついて、はい、それを今日から展開していきたいと思いますけども、よく思いつきますね、アイディア、すごいなっていつも思います、うん、いやなんかぼーっとしてたら思いつくんですよ、あとは、はい、今日撮影に行くから、はい、ちょっと新しいのも考えなきゃなってちょっと真剣に考えると出てくるんですよね、はい、あーすごい出てくるでしょ、はい、企画とか出てきます、野球のことですよ、はい、そうですね、うん、私は今日私いつも来る前何撮るか知らないので、うん、今日何撮るんだろうなって、今日撮るのあるのかなとか、何も聞いてないなとか思いながら来たら、うん、今日も12本撮るとか言うからそうそうそう、撮っちゃう、いやすごい、12本撮るってことよりでも12本分そのアイデアがあるってことがすごいなと思って、あるある、だってそれぐらい撮っとかないと、はい、そんな頻繁に撮影行ってもめんどくさいじゃん、そうですね、うん、やっぱり月にがベストで、うん、そうですね、月に、いやでもよく言われ、もう本当にかなり一緒にいるんじゃないって言われるんですよ、佐藤さんと、うんうん、いやいやいや月に2、3回だよと思って、そう、2、3回だよねそう、まあでもそりゃそうだよね、毎日俺と袴田さんが出るからもう毎日会ってんじゃないかって思われても仕方ない、いやそうなんですよ、ね、でも洋服一緒ですよだからもう12、3本同じ服着てやってるってことですよね、確かに、でもたまにさ、はい、9年差し込んでいくから変わるからね、そう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 いつのだって出てきますからね、そう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 、はい、あと季節感ないなってよく言われる、さ佐藤さん、私ちょっと季節感出てきちゃってるんですよね、寒いんですか、いや、やっぱ寒いじゃないですか、寒いです、寒い割に暖房消せとか言うじゃん、いやいや佐藤、そうそうなんですよ、そうなんですよ、意外と佐藤さんがその半袖だから、うん、暖房ちゃんと効いてるんですよ、うん、で私それに合わせると暑いんですよこれやっぱ外が寒いから着てきちゃいますよね、うん、あと、はい、俺羽生さんに何か言おうと思ったけど今忘れたな、10秒前まで覚えてたのに、え、名前間違えてごめんなさいですか、いやいや違う、もうこの2分2、3分前にまた名前間違えたんですよ、ほんと秋江とか、ね、袴田秋江って言われました、それにしましょうか、芸名、あーはーはー、芸名変えますね、いいですよ、いいんですか、はい、これから袴田秋江にします、いやで、あやえ結構気に入ってるんですよねいやあやえって名前あんまりないんで、はい、お父さんとお母さんが泣いて喜んでます今、あ、なんでですか、あやえっていう名前が嬉しいっていう、いや、すごい気に入ってます、あやえの絵ってどういう字画か知ってますか、絵本の絵でしょ、違います、ああやえの絵でしょ、あやえの絵は絵本の絵じゃないんです、違うんですか、違います、一期一会の絵って書くんですよ、うんうんうん、だからすごい気に入ってるんです、うん、ありがとうお母さんお父さんカットします母は必ず見てくれてるんですよ、はいはい、いい話なんでカットします名前間違えた挙句はい、はい、もう、はいはい、雑談長いですね、はい、はい、長くないですよ、まだまだやっと、ま、またカップラーメンができたぐらいですか、そうですね、はい、ということで、はい、今回からやるのはこちらの企画です、はい、今年正念場頑張んないとやばいよ選手です、おやばいよっていう人を言っちゃうと、うん、だからこう正念場だねっていう、だから今年頑張んないと、はい、もうそのクビになるとかならないとかじゃなくて、うん、居場所がなくなっていきますよっていうね、うんうんうん、選手たちを、はい、だから正念場だよっていう、ああなるほど、はい、でまあ気合をこう入れるためにというか、そう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 、頑張ってねっていうエールも込めて、うん、もちろんでしかも頑張れないやつには言わないですからね、あ基本、ね、うん、もう 100% クビだねっていう人をあげない、うん、どういう生き様を見せるのか見たいっていう興味がある、あで期待もしてるってことですもんね、そう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 、うん、この正念場にかけるこの、はい、ね、12球団、うん、1人ないし2人ずつ上げていくんですけど、はい、この選手の生き様を見るのが楽しみっていう、うん、どういう正念、やっぱ正念場ってあるじゃん、はい、俺もそれはもう今年やばいなみたいな、うん、頑張んない、それはもうみんな思ってることよ、うん、その正念場にどういう姿を見せるかどうかが勝負なんだよ、はい、だそれを1年間かけて見たいなっていう個人的にね、はい、この選手たちの生き様を、うん、っていう期待感と、はい、いや頑張んないといい場所なくなっちゃうねっていう、はい、危機感と、はい、あとは見てくれるファンの皆さんが1年間かけてその選手たちを追っていくサポートとしての企画、はい、もしくはねこれ球団ずつ上げていくんで、それを見て、まあ、今日はね巨人とオリックス、いつも巨人最後何回ってよく言われてるんで、うん、もう巨人一番最初に出します、はい、
でオリックスでそう皆さんが見る巨人の崖っぷち選手とか、はい、オリックスの崖っぷち選手各球団の崖っぷち選手を、うん、あの出してくれても面白いですね。そしたらこっちもまた見方変わるじゃないですか。そうですね、うん、オンラインサロンですね。そうオンラインサロン無料のね、はい、はい交流していきましょうと、はい、だからね、はい、多少 CM が多くても、うん、あのそこ、苦情いらないですからね見るのは無料ですから。はい、そうですそうです。そう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 、数秒待てばいいんですからね。そう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 、ね、それでその、見てくれることがこの YouTube が成り立ってる、はい、一番 の, あの重要なところなんでね。はい、はい、そうですね。だからもういっぱい入れるんでね、はい、皆さんもう言っときます、いっぱい入れるんで我慢してください、はい、さあということで、はい、今日はじゃあオリックスから、はい、オリックスの今年、はい、崖っぷち、はい、選手はこの方です。ドルドルルって言う人もないけど、ね、そうですね、はい、誰でしょう。下の名前間違って困るからちゃんと読もう、はい、松井博俊投手。はい、拍手拍手なんですか。いやだって期待もしてんの生き様、まあまあ、頑張ってって言ってるわけですよね。そう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 、うん、静岡県焼津市出身。はい、はい、これも私の高校の先輩ですよ。そうなの。そうですよ、静岡高校なので、うん、めちゃくちゃ応援してますから私は。もう今年勝負の年、はい、でもあれですよ、今年あ、なんでなんか12球団で10あの全部の球団から西武と勝利を上げるってなんかかかってるんですよね、うんうんうん、あとなんか西武だけだ、勝利はもう全部してるし、うんまあ10うん、西武は全部上げてるでしょ。勝利がしてないの、あれどっちでしたっけね。まあそれね、あと、はい、あと調べておきますから。はい、すいません、ちょっとあやふやで。36歳だから今年37歳です、うん、まあ年齢的にもね、もう、はい、これは下降戦になるのはみんなそうですから、うん、でプラスアルファはちょっともう中継ぎじゃ厳しいですね。2020年は16試合で登板、はいね、でその前も53試合登板してるんですけど、防御率 4.83、うん、でオリックス来た時初年度がね63試合で 2.49 と、うん、いい働きで、ね、35セーブ、はい、働きしましたけども、うん、全体的にやっぱりどっちかっていうと、はい、あの中継ぎでいくとパワーピッチャーなんですよね、うんうん、ガーンと投げてガーンと落とすみたいな感じで、はい、まあ、コントロールがアバウトっていうところもあるんですけど、なかなか年齢重んでいくとそのポテンシャルを保つのは難しいんですよね、はい、でもあの1回日本ハムの時も2016年の先発、そう2016年先発来た時10勝3敗、はい、あの時、うん、中継ぎとか抑えやると、はい、すっごい力感がもうぶん投げみたいな、はい、力感あってもう力みまくって投げるんですけど、先発に行った時のフォームがめちゃくちゃいいフォームなんですよ、はい、バランスもよく力感なくでも腕は触れてて、はい、ストレートスピードもしっかり出る、変化球も多彩に使えるって言って、めっちゃいいやん先発、はい、今までのフォームの欠点全部なくなってるって思ってたら、翌年の17年からまたあの中継ぎになっちゃって、はい、そうなんですね、本人がね、まあ、中継ぎやりたいから仕方ないんですけど、まあ、先発の方が良かったのにと思ったんだけども、まあ、でも抑えっていうイメージはまあ強いですよね、うん、37歳今年、はい、これちょっとね、うん、ここでしっかり頑張ってスタートダッシュ、はい、土台つけないと、うん、もうちょっと居場所がなくなっちゃうんですよ。そうですね、クビになるとは言わないですけど、はい、ちょっと居場所がね、そのもう常時一軍ではなくなりますよね、うん、はい、あときました、はい、速報が入ってきました、はい、オリックス松井狙う史上初12球団勝利&セーブと、うん、全12球団勝利&12球団セーブ、松井はすでに12球団セーブを達成、白星は残りヤクルトの状態で、おだからヤクルトです、だから交流戦のみ、ほうで、2010年のヤクルト戦先発したが1回11球で降板した、うん、だリベンジと、はい、でヤクルトです。あと交流戦をちゃんと行ったとしてもチャンスは1回きりですね。1回おお頑張ってほしいな、それはちょっと見てみたいね、はい、でその時にちゃんと状態が整ってるかっていうのもありますね。そう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 、うん、だからそこのねちょっともう最後の勝負がけかなと、はい、リリーフの麻酔だと、うん、もう正直、はい、こんな言い方したらあれですけど、うんうん、若干厳しいかなっていうね。そのリリーフと先発でこう何がそんなに違うんですか。じゃあリリーフっていうのはもう自分のいい球投げていけばいいんで、やっぱり力感出して全力でなりがちなんですよね、はい、でも先発だと長いイニングかけなきゃいけないんで、はい、そんな最初からフルスロットルでいけないのと、はい、いろんな球種使わなきゃいけないじゃないですか、うんうん、そういったところの短いからこその力感が麻酔にはマイナスに作用してるんですよね。はあ、こんだけ長期でやってきて、はあ、うん、要は力入れなくても 100% 出したのが、うん、はい、やっぱ晩年になってきてやっぱ体力下がってくると、
力抜いて100出たのが80、70しか出なくなるから、力入れなきゃ100出ないってなったらどんどん力み出すんですよ、ね、でそれによって全部が崩れていくっていうね、はい、だから自分主導のピッチングになったら強いけども、ボール先行したり、うん、自分バッター有利になってくると弱くなるんですよ。だそれがまあ厳しいとこかなっていうところは見てたんで、今年も中継ぎだと正直やばいなっていう思いはあったんですけど、はい、先発っていうのはすごい朗報、うん、でもその代わりもうここから逃げることができないんで、はい、この先発でしっかり結果が残せるかどうかは崖っぷちですよね。そうですね、うん、いや頑張ってほしいな。でもここで増井がもしね、はい、うまく回って、うん、まあ、10勝とは言わないですけど8勝ぐらいできたら、うん、山本山岡で田島に続く増井、はい、でまあ、ディクソンとかもし前に来たら、はい、まあ、面白い投手陣の存在になるかなっていう ね、 そうですね、いうところはあるんで期待感はありますけど、はい、うまくいかなかったらもうきつい。だから本当にじゃあ今年勝負ですね。そうだね、うん、まさに、うん、頑張って先輩さあ続いて、はい、巨人の正念場、はい、崖っぷち選手はこの選手です。小林誠司。はい、去年はもう怪我でほとんど出てないですよね。そう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 、で最後終盤は出たんですけど、うん、まあ、なかなかうまくいかないで、だって大城、住谷、岸田残して小林に行くんとかあったから、はい、で大城もね、うん、しっかり活躍してっていうところもあるし、これちょっと正念場だね、うん、しかも結構その原監督がなんかネットニュースとかで見ましたけど、うん、結構こう辛辣なことを言ってる時とかがあって、そう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 、うん、わあなんか大丈夫かなって心配になりましたね、うん、だからどうなるのかっていうね、はい、去年は10試合、うん、でその前も92試合とやっぱり打率がね、うん、まあ、通算打率2割1分7厘と、うん、っていうところでやっぱもっと打たないとね、大城にはなかなかね勝っていけないかなっていうね。大城選手が今年良かっただけに。そうなのよ、うん、だからこのままいけばね、大城が多分メイン張ってくると思うんだよね、はい、普通にいけばね、うんうん、でもそうなっちゃうともう大城王国になっちゃうから、はい、ここでどこまで小林がもう踏ん張っていけるかっていう。そうです、大城選手っておいくつなんでしたっけ今。27歳。あ、じゃあ小林選手よりちょっと若いですしね。でこの2月生まれだから、はい、これで28歳。28か、うん、でしかもね、うん、去年はベスト9、はい、で大城は93試合出場して2割7分。だって里崎賞よ。そうですよね、そうですよ、12球になる中で里崎賞を取ってますからね。皆さんこっちの動画です見てください、佐々木賞ね。ちょっと今取った選手言っちゃいましたが、はい、だから小林勝負じゃない、はい、だって3人目にも入れなかったら1軍入れないじゃん、うん、で菅野が残留したから、はい、ポスティングでね、はい、でこのままいったら多分菅野大城は最初セットでいくと思うのね、うん、そしたら小林はサンチェスとか、はい、メルセデスとかそういったところとうまく回っていけるかどうかが勝負になってくるから。そうですね、なんか相性のいいピッチャーがこうできるっていうのもやっぱ大きいですね、うん、だからこうトップ張ったけど、はい、こう怪我で落ちて大城が台頭してきたから、うん、もう居場所座る椅子がなくなってるんだよね今、はい、だそれをもう一回最初に、うん、だからもう一回一からやり直しなんだよね、うんうん、スタートとしては、はい、でも年齢加算できてってるからその求められることが高くなるから、うん、最初の新人の時のスタートよりハードル高いね、はい、でここがどう乗り越えれるか、これはちょっとね厳しい山道、小林がどう登っていくのかは興味あるですね、はい、そうですね、なんかすごくいいとこで打つような、なんか持ってる男ってイメージはすごく強いんですけどね、うん、国際大会ね、ラオウビシー強かったからね、はい、やっぱシーズンで打たないとチームの居場所がないからね。そうね、だから出だしだね、はい、開幕した出だしにどこまでスタートダッシュかけれるかだから、もう今のこの1月から超勝負だよね、はい、うん、もうキャンプ もう新人並みに勝負みたいな、はい、もう目立ちまくらないと、うん、ちょっとこのままもうそのレギュラー争いからフェードアウトになる可能性もあるし、うん、なんかね巷でなんかよく騒がれてますけど、うん、トレードとかね、はい、っていうところに名前が上がってくる可能性もあるんで、あ、はい、まあ、トレードはトレードで、まあね、ポジティブに考えたらいいことですけどね。そうそうそう、うんうん、でもねやっぱりねファンの皆さんはね、はい、小林をやっぱり支えてるんで、うん、小林やろうと、はい、守備面はね、うん、大城よりもうまいと思うんで、はい、打撃よ、うん、こっから勝負だ、バッティングはねどうにかして、うん、こう勝負だね本当に小林は、はいはい、だからどうなるのかその生き様をね、はい、見ていきたいなっていう、はい、練習頑張ってエールをちゃんとね、送っていく。高原さんがエール係なんで。わかりました、じゃあもう皆さんに気合をエールするんで、うん、北風と太陽だからね俺は北風太陽、はい、まあ、という感じでね、はい、今年の
頑張らないとっていう選手をね挙げていきますけど、まあ、巨人と小林とね、まあ、オリックスはマシかなと、あとまあオリックスは後藤俊太、いいもの持ってるだけにね、うん、もう頑張らないと佐野とかねいい選手がどんどん出てきてるんで、はい、居場所なくなっちゃいますよっていうところもありますしね、うんうん、でまあ、あの巨人とかはね梶谷入ってきたんで、はい、丸梶谷がね入ってくれば、うん、まだね松原とかもまた勝負していかなきゃいけないし、うんうん、外野のねあと陽大館とか、はい、梶谷入ってくるとちょっと持ち場がなくなるんじゃないのかっていう ね、うん、陽大館ももうギリギリの、はい、ちょっとドタンバスね、結構いい年齢にもなってきてますしね。そうですね、だからオリックスは、まあ、麻酔につけ加えるとしたら後藤俊太、はい、ジャイアンツは小林につけ加えるとしたら陽大館がもうちょっとギリギリのラインになってくるかなというところがあります、はい、みんな勝負始まってるよ。